登録名とは、主にスポーツにおいて、選手が統括団体に登録する際に用いる名前のこと。一般には、戸籍等の公的書類で用いられる名前がそのまま登録名として用いられる。ただし、登録名は特定の競技大会における選手の識別や記録の一貫性を保つ目的で使用されるので、本名である必然性は特にない。また、 特に国際大会では、アルファベット表記に頼らざるを得ず、本名の表記や発音が難しいなどの問題に直面することがある。さらに、プロスポーツにおいては、工業面でのアピールという観点から、本名とは異なる名称を関することが有利に働くことがしばしばある。こうしたことから、スポーツの世界においては、本名以外の名前を比較的自由に登録することが容認されている。 本名による登録名の場合、報道においては、下の名前を省略することが多いが、表記において、同性の選手と区別が必要な時は、下の名前の一文字目を、そのまま名字の後ろにつけるか,かっこでくくって復帰する、形にする場合が多い。見出しなどで大文字の場合は、下の名前の一文字目に、小さな文字を使用することが多い。かつて同性同名の選手が、 同じプロ野球チームやプロゴルフ会に所属していた時があり、その際には独自の区別が行われた。日本においても、相撲の試行名という形で古くから競技における登録名が用いられていた。また、プロボクシングやプロレスリングなどでは、選手の強さを誇示するような登録名を用いることがしばしばある。日本プロ野球では、日本人選手では、古くから本名の 特に下の名前について、解明や漢字表記の変更はよく行われてきた。とりわけ1994年、鈴木一郎と佐藤和弘がそれぞれ登録名を一郎パンチとしたことから、日本人選手でも本名と別の登録名を用いることが浸透していった。特に本名の下の名前のみを登録名とするケースが多い。なお読売ジャイアンツは、 河野博文の登録名をあだ名の玄ちゃんで申請したが、1997年1月にセントラルリーグの理事会で却下された。同理事会は玄なら受け付けるとしていたが、巨人は応じず、一転して現在では登録名自体を球団として認めない方針を取るようになった。そのため、勝則やサブロは巨人への移籍にあたって、登録名を本名の 野村勝則、大村三郎に変更している。なお、認めない方針が一般的に認知されるようになってからも、GG となったゼレミー・ゴンザルスや日本ハム時代のマイケルが認められたマイケル・中村の例もある。なお、登録名の使用を認めないのはあくまでも愛称を使用する場合であり、改正、解明や漢字表記の変更による登録名の変更は認められている。 また、旧自体及び新自体での使用が認められており、ミスタージャイアンツ、長島修行は、長島で登録していた。ヤクルト、巨人、阪神で活躍した、広沢勝美は98年まで、広沢、99年から広沢に変更している。現役選手では、阪神の斉藤と高たなりが斉藤で登録している。スコアボードには、基本的に名字のみが表示されるが、 同じチームに同性の選手がいれば、下の名前の一文字目が付加される。同性の選手がいなくなれば、下の名前がなくなることになるが、希望すれば表記だけを残すことも可能でよく使用される。ただしこの場合報道では名字のみとなることが多いため、登録名を名字と下の名前の一文字目を組み合わせた、生命の区切りがないものに変える選手もいる。 すでに有名となった選手と同性の選手が入団した場合には新入団した選手のみに名が付けられることもある。同性の選手が兄弟の場合はに弟で区別されたケースもある。同性が多い韓国人選手の場合はフルネームで表示されることが多い。また名前のコールもある程度の選択が許されている。稀に登録名を生命の区切りなしにする選手もおり、 アナウンスされる場合もフルネームで呼ばれる。外国人選手でもマット・ホワイト、カルロス・ロサ、アンソニー・カーターなど、呼びやすさなどからフルネームで登録された選手がいる。また名前のみを登録名する選手もいた。英知チ、ケンジなど。NPB のウェブサイト上の選手の詳細ページでは、これらの変則的な登録名の選手も、ッコ付きでフルネームが記載されている。 これも厳密な本名でなければならないわけではなく、解明した名前や旧姓を使用している選手もいる。外国人選手の場合、発音や表記の基準がメディアによって微妙に異なることがあるが、入団時に球団が登録名の表記を発表した後は、基本的にそれに従うことになる。ルーク・ファンミルのファントリック・バンデンハークの番は同じ番であるが、 球団発表の表記にばらつきがあり、2017年 WBC で二人が同じオランダ代表に入った際も、この表記のばらつきに変化はなかった。また、発音や表記の面で本名とは別の登録名を用いることが多く見られる。漢字文化圏以外の選手の場合、表記はファーストネームを頭文字一文字とされることが多い。その他、ファミリーネームを 登録名とすると、日本語では発音しにくく、なじまないためや、縁起の悪い意味に取られてしまうことで、ファーストネームや、フルネームを登録名とすることもある。前者では、キラカーイフエ、後者では、バンスロー低いを連想させるため、マスコミなどのやゆを嫌い、フルネームのバンスローとした、ジョージ品賞、アレックスオーチョア、ダーウィンクビアンを連想させるため、またファーストネームから、 進化論を連想させるため、ファーストネームのダーウィンとしたなどがその例である。また、西武ライオンズのスティーブ・オンティベロス、テリー・ウィットフィールドのように、当時の電光掲示板では長すぎる、ファミリーネームを表示しきれなかったため、ファーストネームを登録名としていた事例もある。例外として、フランク・オーテンジオが南海ホークスに在籍していた頃、 王貞さを超えてほしいという球団側の要望を受けて本名の一部をもじりフランク、王天井として登録させた例がある。2000年に中日に在籍していたデーブ・ニルソンはオーストラリア特有の犬にちなんでリンゴで登録されていた。ハーフ選手の場合はフルネームを省略して登録する場合があるなど。中押しオスカルは3月28日まで登録。 29日からオスカルに変更され、初登板の3月27日に初勝利を挙げたので、1シーズンで異なる登録名で勝利を挙げた珍しい例である。プロ野球選手引退後にタレント活動する場合、現役時代は本名と同じ登録名で活動しながら、本名と違う芸名、あるいは本名と異なる登録名で活動した場合は、 本名とも登録名とも異なる芸名にする者も,もいる。プロ野球 OB による野球リーグのマスターズリーグで現役時代とは別の登録名とする場合もあった。独立リーグでは四国アイランドリーグプラスやベースボールチャレンジリーグで本名以外の登録名を認めている。東京ヤクルトスワローズの山田哲人は高校時代自覚が良くないとして人の字の右払いにの を加えた漢字をメンバー表で用いて高野連にも提出しており、NHK の高校野球中継ではその漢字で紹介されていた。日本高野連への選手登録は本名が原則であるが、在日韓国、朝鮮人などは通名の使用が認められている。場内アナウンススコアボード表記には原則として名字が用いられるが、外国籍選手の場合は名前で表記されることがある。 プロサッカーの J リーグでも、ブラジル人選手を中心として、外国人選手が愛称や略称を登録名とすることが多い。日本人選手については、解明や表記変更によるものしか認めていない。ただし、ユニフォームに選手名を入れる際に愛称などを使う場合、登録名に準ずるものとされており、J リーグの承認を必要としている中澤雄二のボンバーなど、 日本のプロゴルフにおいて本名とは異なるツアー参戦時の名前を日本プロゴルフ協会または日本女子プロゴルフ協会に申請して審査を通過すれば登録名として使用することができる代表的なものに寿司石垣が挙げられる一方横峯桜は桜の登録名を申請したが却下された高橋明 1971年から1972年に西鉄ライオンズに投手と外野手が在籍。入団は外野手の方が早かったが、後から入った投手はすでに読売ジャイアンツで実績を残し、さらに巨人では高橋十三が行ったため、高橋明表記だったこともあり、表記上は投手を高橋明、外野手を高橋外とした。 1972年限りで二人とも引退。佐藤文を1982年に阪神タイガースに二人の当主が在籍。表記上は先に入った方を佐藤文、後から入った方を佐藤男とした。この年限りで佐藤文が引退し、翌年オフに佐藤男もロッテオリオンズにトレードされた。田中幸男 1986年から1989年に日本ハムファイターズに投手と内野手が在籍。表記上は投手を田中美幸、内野手を田中岳とした。1989年限りで投手が中日ドラゴンズにトレードされ、内野手は単に田中表記になったが、同性の選手がいた1992年から1993年と2000年以降。 引退までは田中みゆき表記となった。坂本隼人2021年から読売ジャイアンツに内野手と保守が在籍。表記上は内野手を坂本隼人、保守を坂本勇とする。なお巨人では2017年から2019年に坂本公用が在籍していたが、この時期は内野手の坂本隼人は坂本勇と表記されていた。 ありがとうございます。